ございます。ジンミです。今日は10日間限定、絶対に見逃したくない季節イベントを紹介していきたいと思います。イエーイ。アプデに夢中になって、とある大事な大事なイベントを忘れていませんか？アップデ後の新しい家具の追加もあるので、ぜひ見逃さずチェックしていってください。それではやっていきましょう。そう、この季節限定のイベントとは、もうこの画面にもひらひらと舞い落ちているもみじイベントです。今日から11月25日までの10日間、島にもみじが落ち、秋の終わりを告げるイベントが発生します。そして紅葉もね、ピークを迎え、見てください、フルーツの木や紅葉樹がね、真っ赤に染まるんですよね。いや、これがとても綺麗なので、今回はアプリで追加されたカメラアプリプロを使って、紅葉をね、綺麗に撮影することもやっていきたいと思っています。パシャ、こんな感じで。ただ一番見逃していけないのがレシピです。新しいレシピ、そして早速風船チャレンジのチャンスがやってきました。さあ、ジムは一発目からレシピを引くことができるのか。中身はじゃじゃじゃん、ドットサングラス。オーノー、違います。もみじレシピは全部で9種類、プラス1。このプラス1がアプデ後に追加されたアイテムなので要チェックです。今年から始めた方のために一覧を紹介します。1つ目、石の水受け、かっこもみじ。2つ目、赤い落ち葉、他の落ち葉格との組み合わせも良い。3つ目、落ち葉スツール、これ本当に汎用性が高く、リメイクも可愛いのでおすすめ。4つ目、大きな木の実のツリー、クリスマスシーズンも使えますね。5つ目、木の実のアーチ、めちゃくちゃ可愛いんですよ。これもまたリメイクもできます。6つ目、紅葉の壁、ひらひらと落ち葉が舞い落ちる壁紙です。7個目、紅葉の床、踏むといい音が鳴ります。8個目、もみじの葉っぱの傘、刺すのもよし、飾るのもよし。風船チャレンジ、また来たぞ。とにかくレシピは風船から手に入ることができるので、ぜひね、風船をバシバシと打ち落としていきましょう。結構石、オーノー。とにかく期間が10日間と短いので、10日間に10個のレシピを集めなければならないと、かなりシビアな戦いとなってきております。絶対に風船頑張って打ち落としていきましょう。そして9個目がもみじのポシェットです。ちなみにジンムは去年もみじのポシェットのレシピを入手できませんでした。こちらはそんなジンムを見かねてお友達が送ってくれたものです。いや、それぐらいね、本当にもみじレシピ集まりにくいので、みんな一緒に頑張っていきましょう。そしてニューレシピがもみじのラグらしいんですけれど、それもね、今日動画撮りながら入手できると嬉しいな。できるかな。ということで、もみじのレシピの素材に使うアイテムも集めなければなりません。網を手に持ち、このひらひら舞うもみじをよーく見て、なんか取れそうなやつを探していきましょう。結構これもね、見つけるの大変なんですよね。これは違う、あ、トンボだった。わあ、この紅葉樹めちゃくちゃ真っ赤だ。生えている場所によってね、紅葉樹の色が全く異なるのも趣がありますよね。あ、あったあった、これです。これちょっと他のやつよりも真っ赤に見えるの分かりますかね。これですね。これをシュッと網で取っていくと、じゃじゃーん、もみじの葉っぱ真っ赤だな、秋色に染まっていると、もみじの葉っぱを入手することができます。これをたくさん集めて素材にする必要があるので、これも一生懸命集めなければならないんですけれど、おそらくこのもみじの葉っぱ、今日よりも10日後に近づくにつれて、どん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 量が落ちてくるかと思います。現実と同じで、紅葉が散る時にどんどん多く落ちているんですね。なので今日はすごく入手しづらいので、今日はレシピ集めに集中、そして秋が暮れるにつれてもみじ集めも頑張っていくみたいな感じで集めていくことをおすすめします。もう全然今日ね、見つからなかった。やっと1個見つけたよって感じでした。あ、もう1個あった。よしよし、ゲットゲット。もみじの葉っぱ真っ赤だな、いいねいいね。もみじ集めも必ずね、頑張っていきましょう。そして紅葉をね、いろいろ楽しんでいきたいと思うんですけれど、いや、もうここもすごい綺麗な気がする。いや、やはり秋色はめちゃくちゃに綺麗ですね。紅葉樹がたくさん入っているエリアは特に必見ポイントです。また新しく追加された斜め撮り、カメラを一番上から一つ戻して、左スティックや右スティックを倒すとできる斜め撮り、こちらを使って撮影するのもものすごく趣がありますよね。パシャ、紅葉の傘、もみじの傘なんかも持って撮るとよりいい感じかもしれません。楽しい。この木とかも真っ赤だから、プロカメラ起動して一人称視点にして、このもみじの並木を歩いているシーンをこんな感じで撮ると、パシャ、
よりエモい写真が撮れるかもです。いや本当にこの色が撮れるのは今だけなので、ぜひね見逃さず撮影していきましょう。カシャ。針葉樹は紅葉しないので、このコントラストもいいですよね。紅葉樹と針葉樹の綺麗、このフルーツの木も一部めちゃくちゃ紅葉してます。もしかすると25日に近づくにつれもうちょっと紅葉するかもしれないですね。いや真っ赤に染まった島を眺めるのが楽しみで仕方ない。そして神武神島の紅葉スポットを風船パチン。レシピをこい。あ、来ました、もみじのラグ。これが今回の新しいレシピですね。覚えていきましょう。よかったよかった。朝のうちに手に入らなかったらどうしようかと思いました。じゃじゃん、こちらです、もみじのラグ。わ、すごい綺麗な質感、そしてモフモフしてそう。葉っぱ6個で作れるので作っていきましょう。じゃじゃん、じゃじゃん、見てください。もみじの床にもみじのラグを引いてみました。ちょっとこの組み合わせだとだいぶ馴染んじゃいますね。もみじの床はね、踏むとサクサクと音が鳴り、ラグの上はタタタというラグの音になります。床を変えてみるとこんな感じ、部屋のアクセントになりそうですね。そして神武神島ではね、紅葉を眺めるエリアを作ってるんです。じゃじゃーんと思ったんですけど、あんまりこのエリア紅葉していない、なんてこった。右側のこの子しか紅葉してない。あ、でもこのカメラ角度だと結構赤いのが見えていい感じかもしれない。パシャッと、こういう紅葉樹がたくさん生えているエリアでどんどん写真を撮りたいんですけれど、また一人称にしてみるといいですね。臨場感がすごくあります。これでマスターからもらったコーヒーなんかを持ちながら写真をパシャッと撮るとより良いかもしれません。パシャッ。こう紅葉しているものを背景に少しカメラを傾けてパシャッと撮るとおしゃれかもしれない。歩きながらがポイントですね。じゃじゃん、こんな感じの紅葉を楽しむお散歩写真を撮ることができました。ぜひみんなもね、こんな感じで紅葉を背景に新しく追加されたカメラアプリプロで紅葉を楽しむね写真を撮っていきましょう。これとかも結構お気に入り、これもお気に入り。やっぱ写真楽しいな。地味にジムの島だとたぬき商店周りもかなりいい感じかもしれません。たぬき商店が紅葉の装飾をされているのもあるし、こう斜め撮りにするとチャックくんがお花をね観察しているところまで見れて可愛い。こうひらひら舞い落ちる落ち葉を横目に住民さんの姿をパシャッと収めるのも本当に可愛いですよね。パシャ。メガネもかけて勉強熱心や。この高台から撮影した感じがすごくお気に入りかも。右側が割と紅葉しているね。パシャ。うわ、案内所を斜め撮りするのもありかもしれない。いや、本当にカメラアプリはいろいろな発見があって楽しいですね。高台から一人称視点でカメラを起動しても、なんかいろいろ発見がありそう。上からチャックくんを眺めることもできます。すごい可愛いです。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ジムはこれからも最新情報やあつ森をもっと楽しむ楽しみ方を紹介していくので、チャンネル登録と高評価ボタンのポチリをよろしくお願いします。ジムは Twitter、Instagram もやっているので、撮影したスクリーンショットなどを投稿するので、よかったら概要欄からフォローしてください。それではジムでした。バイバイ。